今回は、とある漫画がめちゃくちゃ良かったので、話していきたいというふうに思います。僕ね、漫画がめちゃくちゃ大好きで、毎週必ず本屋に立ち寄って、新刊が出ないか、面白い漫画がないか確認するぐらい好きなんですが、最近読んだ漫画でめちゃくちゃ現代へのメッセージ性が強すぎる面白い漫画があったので、紹介したいと思います。その漫画がこちら。夢なし先生の進路指導ということでね、 本作は笠原正樹さんという漫画家さんの書いた作品でして代表作としては群青戦記とか広告で有名なリビドーズを書かれた漫画家さんになりますアマゾンではですねこの夢なし先生の進路指導星4.6というふうに非常に高い評価を受けている作品になります物語のあらすじとしては元キャリアコンサルタントの高校教師高梨は生徒から夢なし先生というふうに呼ばれておりまして 進路指導時に生徒の夢に対して現実的なデータや世の中の実情を突きつけ、否定し、覚悟を問うてたんですね。それでも夢を追い、そして後に夢破れ、どん底の中でも諦めきれない生徒がいれば、卒業後でも手を差し伸べ、諦めるための授業を行う、というふうなあらすじになります。 えつまりですね、この漫画、夢を応援するのではなくて、夢を諦めさせる内容になっているんですよね。生徒には、声優になりたい、大手鉄道会社の鉄道運転士になりたい、メンズアイドルになりたいなど、多くの夢を持った高校生が登場します。しかし、その高校生の多くが、夢を追う途中で困難、挫折に遭遇するんですよね。 声優志望の生徒は驚異的な才能と出会い絶望してしまい、そして最後にはまあ枕営業をして仕事を得てしまったり、大手鉄道会社の運転手は田舎の運転士になりたいという夢を隠して親が安心する大手鉄道会社に就職して人身事故の恐怖に怯えたりするんですよね。そしてそんな観難深空を味わっている最中に主人公である夢なし先生が登場し、 え救いの手を差し伸べて夢を諦めさせるという感じになります。このね、漫画の作中で最も勉強になったのが、この諦めるっていう言葉の語源なんですよね。諦めるって、今はめちゃくちゃネガティブなイメージじゃないですか。でも、元は諦めるっていうワードは、自分の道を明らかにするっていう意味で、好意的な意味だったらしいです。 自分の向き不向きも考えて折り合いをつけるそして最も大事な原体験と向き合い夢を明らかにするっていうのが夢なし先生の諦めるなんですよねその言葉を聞いて吹っ切れて夢を諦めた主人公たちの清々しい顔がもうたまんないんですよね夢を応援する漫画は今までたくさん見てきましたけど夢を否定することでこんなにも人の救いになる話が作れるのかと思ってまあ感心してしまいました まだね、単行本もまだ一巻しか出ていないので、まだ全然ついていきやすいし、なんならね、この漫画は一巻を何度も何度も読みたくなるんですよね。自分の人生にはどう生かせそうか、自分が同じ運命にならないようにするためにはどうしたらいいかを考えさせてくれるんですよね。そんな、ある種の人生の教科書となるような、自分がキャリアコーチングを受けている気分にさせてくれるような作品でした。 もちろん、作中に出てくる説明ってのは少し難しかったりするんですけど、そんなの度外視で人間たちの醜くリアルな欲や夢が描かれているんですよね。やりたいこと探しに悩む人だったり、やりたいことが仕事にならないと悩む人だったり、やりたいことをやっているんだけど満足いかない人だったり、やりたいことに悩む人に捧げるレクイエムのような漫画、夢なし先生の進路指導でした。もしね、気になった方いましたらぜひチェックしてみてください。それじゃあまた。